第8章大阪冬の陣真田丸砲撃父正幸の死それは幸村にとって大きな悲しみであり戦国という一つの時代の終わりを告げる象徴的な出来事でもあった。しかし時代に取り残されたもの豊臣による栄華の再興を望む者そして戦いの中でしか己の性を見出せぬ者そんな戦国乱世の亡霊とも言うべき浪人たちが豊臣の名のもとに大阪の地に集結し徳川の手で完成しつつあった新たな世に猛然と反旗を翻す。豊臣方から加勢を壊れた幸村は真田丸攻撃準備放て真田が魂この六門戦とともに豊臣が走真田幸村いざ参ら撃て撃て撃て豊臣の亡霊が救う福間が城を跡形もなく消し飛ばしてしまえあれかまずは真田丸の砲撃と呼吸を合わせ大阪城を狙う本田陣営の大筒軍を破壊する大阪城など豊臣の力の象徴こんなものがあるから残党どもが妙な気を起こすのだ秀吉殿、半兵衛殿、そして石田殿かつてのお約束通りこの幸村がお味方いたすそれがし、最後の一兵となるまで貴殿らの城を守り、戦い抜く所存休んじてあられよ家康殿の作る新しき世に貴様らのような古き世に縛られし者は必要ない消え去れ黙れ家康は三奪者だ秀吉様を支持し天下を勝ち取った盗っ人以下の腐れ下道だそのような者に国は民が導けるかそれに気づかぬお前たちもまた同罪国を腐らせる毒だ豊臣秀吉だぞかの魔王信長と大して変わらぬ武の力を頼み恐怖で世を支配する暴君ではないか俺たちの未来を変えて哀れ
過去に囚われ続ける、まさに亡霊よ。東照権現の光に照らされ成仏するがいい。怨嗟の声が、憎しみが戦場に満ちている。なんと醜い戦であろうか。このような戦では戦国の世は終わらぬ。新たな憎しみを生じ、また同じことが繰り返される。関ヶ原で勝利し戦なき。伊達はどこだ。伊達まさむね。どこだ。やめろ。あれは後藤又兵衛殿。おい、いるんだろ。隠すなよ。隠してるとお前から話しちゃうよ。だって知らない。なんか鬱陶しいから笑いしちゃった。なんと凄惨な。あの千葉市短命、正気とは思えぬ。助けてくれ。助け。後藤殿。よしなよ大将、あれはまともじゃないぜ。話なんざできっこないって。サスケ、あの姿もまた戦国に生きた者のまことなのだ。いない、いない、いない。ここにも伊達政宗が。いない。まさかこのような形で政宗殿の名を耳にするとは。こちら方ではないということは徳川方であろうな。よし、全て破壊完了にござる。おのれ、せいぜい鎌だけでいるがいい。もうじき上空の部隊が到着する頃合いよ。おっと、これは俺様の出番かね。あらら、冗談。こんなのまで用意しちゃって、あちらさんもそれなりに必死ってわけね。ま、信之の旦那の姿が見えないだけでも俺様としちゃ一安心だわ。正直見たくないんだよね、あの兄弟がやり合うところなんてさ。大将の方は腹くくってるみたいだけど、まったくいつの間にか、まあでっかくなっちゃって、どこに出しても恥ずかしくない日の本一の物の蓋。本当に立派になったぜ真田の大将。
れは。こっからが本番ってわけね。貴殿が戦国最強本多忠勝、あの徳川殿をして過ぎたる者と評されるほどの男、己の全力、いや知力を尽くしてさえかなわぬやもしれぬ誠のもののふだが、今は豊臣の生涯一人として大阪城を守らねばならぬ。サスケもまたそのために命を賭して貴殿へ挑んだ。いや、サスケはただこの雪村のためにと言い張るかもしれぬ。ただ友のために戦ったと。しかし猿飛びサスケは紛れもなく戦国の熱き魂をその身に宿す誇り高き忍びであり武将でござる。武田と真田の血を燃えたぎらせた誠のもののふ、真田の民の戦なき時代のため命を尽くしている。なればこの雪村もその心に応えねばならぬ。貴殿を倒し真田丸正面、大阪城南方に布陣する徳川軍を叩け。完全に包囲される前に一角でも切り崩せれば勝機は必ずある。サスケ、俺に力を。
けたでござるか。